はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はマージマンション、現状コンビマンションになってますかね、撮っていきたいと思います。どうしようかな。次回100回目なんですけど、タイトルどうしよう。困ったね。101回目からなんか変えちゃおうかな。どう思います？悩み。というわけで、現状うるすらおばあさんのですね、誕生日パーティー中ですので、あ、そうか、トップページからいきなり誕生日会場には行けないんだ。さて、なんかもうぐちゃぐちゃになってますけど。まずこれ、包丁。でも包丁納品しろって言われるタスクがあったりするから何とも言えないんだけど、とりあえずおばあちゃんに用意しなきゃ完了する。イベントコイン40もくれる。あ、なるほど。おばあちゃんもきっとサプライズが好きなはず。完了する。それに秘密だらけなのは、イエイ。ああ、確かに。おばあちゃんの方だしね。待って、これ、うわ、これはプレッシャーだの方。行きたいけども。もうね、これ何から優先してやろうかっていうね。とりあえず、レコード、音楽系のアイテムが。なんかファッションアイテムと音楽系アイテムで分かれてるっぽいですね。ファッションアイテムだからこっちだ。若干やっぱファッションの方が出やすいのかな、この感じ。そろそろ終わってしまう。先は長いの。じゃあ下の方がいけるかな。これなんだっけ。これでいいか。じゃあおばあちゃんの方だしね。帽子。いや、これね、さっきのファッションアイテム、音楽系アイテムを出すには、ここから出てくる。マカロンを永遠と合成してって、マカロンじゃないものも出てくるからね。最終的に、ミラーボールになって、ミラーボールから出てくるという。意外と先が長いんだよね。まずね、マカロンがあんまり確定で出にくいっていうのが大きいかな。あ、壊れちゃった。この第一段階の本、3タップぐらいにしといた方がいいのかな。ちょっと回数をちゃんと数えてなかった。で、合体。3、4、4回ぐらいにしとく？
5回ぐらい大丈夫かな。いや、危ないからやめとこうか。ちょっと待って、何回で壊れるか、1回検証しとこう。レベル1の本は今3回、4回。あ、4回はまだ大丈夫。5回。5回で壊れる。ってことは4回目ぐらいでやめといた方がいいということで、4回までかな。感覚としては。じゃあ、2、3。4。これでやめといて。1、2、3、4。で、合体。で、次のもちょっと検証しとくか。検証はね、早いうちの方がいいしね。待って、忘れるうちにね、4。で、5回目でこれから、まあ、4回までがレベル1。で、この第2段階の本ですが、なんだろうね、二救いのユーモアっていう。なんかあるのかな？ちょっと日本だとわかんないのかな、これ。2、3、4。今4ね。4、5、6。今6ね。6、7、8かな。いや、まだいける。8、9、10回で壊れるとかかな。あ、まだいける？ 10、11、あ、じゃあ12回かな。12回で壊れるから、11回までか。11回までか。1段目。1段目は4回で、2段目は11回までと。で、3段目はまあ壊れるまで叩いちゃえばいいんですけど。じゃあ、とりあえず11回。ミラーボール。これミラーボールがもうだけど、これなんで何回叩いたっけこれ。 あー、3、4、5、6、6、7、8。途中で忘れるっていうね。 で、今やりたいのはですね、これですよ。ケーキを作っていって、ちょっと今は作っちゃおうか。で、レベル6。もしかしてお宝の地図？早速開けてみましょうって、まだ開けれないので、次に合成。編み物セットレベル8。心も体も温まる。今、バリ、日本は夏の真っ盛りなんですけど、冬なのかな？おばあちゃんの誕生日設定として。編み物設定、で、これ時間が経つと、2時間ほど経つと何かが出てくる。まあ、おそらく、ニット系の何かでしょうね。で、これですな。ギフトバッグ、合体させるとアップグレードということで、合体。ギフトボックスレベルに合体させるとアップグレード。これ、どっちをどかす？真ん中だよね、やっぱ。とりあえず。で、これ、時間が経ったら、これになりますね。あーっと、回復。あと3秒で回復するな。1、0。えい。じゃあ今度こそ回復してしまうか。復。こっちのシリーズもでもね、作ってくんだけど、今のところこの腕時計の箱をですね、使うところが今ないんですよ。何かに使うのかな？今のところね、何にも
一回も出てきてないんだ。もうとりあえず置いとこうか。どうしよう、こっちこれこんなにいらないんだよね。でも売るとね1コインなんですよ。切ないな。どっちかというとこのパイ箱の方がいるのかな。あ、体力くれる、ありがとう。これはまあちょっと回復待ちということで、よいしょ。まあでも真ん中がスッキリしたね。ちょっとこの辺並べちゃうか。ピザボックスはピザボックスで、ピザシリーズはピザシリーズで、違うピザじゃない、パイ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 のシリーズはパイのシリーズでね、並べたいもんね。ケーキシリーズはこっち。さあどうする、何からやる。ケーキかな。いや待って、蓄音機じゃないわ、このカラオケセットが欲しいから、カラオケセットが帽子が欲しいんですよね。でということは これですよね。でこっちの飾り棚からを今から永遠にタップします。2,3,4 回数を間違えないように。で包丁もいるからこっちもやっときたい。でもこっから出さなくても正直飾り棚から出てくる本からこのパイ生地の原料は結構バンバン出てくるから、ないっちゃ別にやらなくてもいいのかな。この辺は悩むね。ただ合成しちゃうと一気に寂しい感じになるからな。で下のピザボックスはまあ私しちゃう。でこれは包丁出てくる町ね。多分包丁しか出ないよね今のところ。多分包丁しか出たことないし、そしたらばば、まあこれ私しちゃうか。いい、包丁じゃ納品、でも後でいるって言われるとやだな。もう一個ぐらい包丁出てくる状態にしておくか。こういうことするとね、あっという間に体力がねゼロになるんだよ。なるんだよ。よし、じゃあこれは回収。レベルが上がりましたね。レベルアップ。やっと26に。結構長かったな。ピザ箱、ごめん、どれが新しく作ったやつだったっけな。記憶を失ってるよ。すぐね、違うことするとね、忘れちゃうんだよね。
確か一番下のが一番新しいやつだったよね。で、一回この状態で、まあ合体しようか。で、包丁待ちが二つになったし、まあとりあえずこれは置いとこう。それで、うん、ケーキどうするかな。で、やっぱケーキのこっちに関しては、多分、このケーキ本を、ケーキ本じゃないや、レシピ本を出してれば、何回今叩いたか忘れた。ケーキはいいな、そんなに火を使わなくても。勝手に、もう勝手に作れちゃう感じするからね。若干やっぱパイ箱の方が出が悪いかなって感じ。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、あ、結構17、18、19、20、あ、かなりいくね。21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。嘘30、31、32、33、33回、なんか半端だけど、まあかなりいっとこな。え、これ回数ランダムとかじゃないよね、正しければ。はあ、4回までこれ4回まで。とりあえずミラーボールをね、ミラーボールを殴っていこう。で、6、先は長いな。あ、待って、帽子は、ん？帽子できてる？あ、そっか、できてんのか。あ、じゃあいける。やる気が出てきたわ。完了。ヘルメット、帽子の次だったっけこっちはちょっとパッといけないな。うん、じゃあね、あ、でギフトカード来てんじゃん。でこれはまあまだできないけど、最終的にこのレベル2と合成しますので、とりあえず1回置いておきます。そしたら通常の方に戻りまして、作りましたよ、ある程度ある程度。じゃあ納品できるものしてきますか。まずですね、古い井戸の方からです。エリア
ちょっと待ってよ。でもだいぶこっちも仕上がってきたん違うかな。この古い井戸エリア。でもこっちから行こうか。床を修理する。イエイ。お、いいんじゃない？なるほど。塗装か。で、カートを修理する。あ、フラワーカートとかだね。これよくあの、なんだろう、ヨーロッパの、なんかアンティークポストカードとかに結構このフラワーカートいっぱい書いてある。花瓶を2種類。なるほど。花瓶は後回しかな。今。ペンキ缶は最大のもの。ペンキ缶在庫はないか。で、あとは、花。これ。今度は、家の、この、噴水があるところ。花を飾る。完了。ってことは、また右端。花を飾る。わかった。で、これはさすがに次回かな。まあ、とはいえ、この芍薬の種はまあ自動で出てくるので、あとは待ちですね。うんー、どうするかな。今日はちょっとだけミラーボールを進めたら終わっとこっか。音楽系の方が欲しいんだよね。これね、この上と下でもうご褒美の金額が違うんですよ。まず下のやつ、ヘルメットって服系の最高のアイテムなんですけど、イベントコインすらもらえないっていうね。あと8タップか。やっぱ若干音楽系のアイテムの方が出にくいかなという。でも全然出んわけでもない。うん、あ、なくなってしまった。まあでも今回はここまでかな。まあまあ結構進んだでしょ。あのサブの、サブじゃない、おばあちゃんのイベントのバースデーパーティーの方も、メインタスクの方もまあまあちょこちょこ進みましたかね。進捗としてはお花畑の方が 7割、古い井戸の方もだいたい7割ぐらいですかね。じゃあ次回またおばあちゃんのバースデーパーティーのイベントやりつつ進めていこうかなと思います。カラオケマシーンがちょっと遠いけど。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。